いきますよ。はい、こんにちは。じいちゃんです。かっちゃんです。むいです。質問コーナー。質問コーナー。質問返答、ようやっと答えていきましょう。GO! 本能寺の動画。本能寺の変。かっちゃん、私、初めて本能寺跡のシーンを見て、寺が燃えてるイメージがいきなりバーンと写真みたいに見えました。こんなこと初めてで戸惑ってます。何か見えておりますか？大丈夫か？いや、今回の本能寺の変だけは試験的に飛ばしてみただけです。僕がどっかのコメントに私もかっちゃんが見てるものが見えたらいいなーっていうコメントが確かあったよね。はい、ありますね。いや、なんなら、うん、戦国系を見るとそんな、なんていうの、うん、コメントはちらほらつきますね。うん、その時に要は本能寺の変の時に画像に飛ばしてみたんですよ、僕の霊気をカメラの中に。カメラの中に。で、まあ若干霊感のある人か霊感がない人にそれがどっかのワンシーンが映ればいいなっていうのをちょっと試しに黙ってやってみたんですよ。言うとなんか何見えてないけど見えたって言うかもしれないから黙ってただけで。いや、このなんか燃えてる、うん、寺が燃えてるイメージがバーンと写真みたいに見えたはあなたがその動画越しに送った視聴者へのプレゼントであって、プレゼントであってそれがもう15枚ぐらいのシーンを送ったんです。あ、そんなにヒットしたのが1枚本当に写真撮影してるオープンの数じゃないか悲しいなあ。まあ、なんであって本能寺のそのワンシーンが見れるっていうのはね、レアなことだと思うし。そう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 本当にむしろ何だ敵側明智光秀か探偵が殺人を起こしてるけど大丈夫か明智光秀。明智光秀の顔はどんな顔でしたかって言うけど申し訳ないけど明智光秀がどんな人かも知りません俺そうね、織田信長って言ったら肖像がなんか教科書とかで見たことあるかもしらんけど織田信長の顔も知らねえし俺どんな顔やった、画像検索したら多分出るべ。ごめんなさいね俺ね本当にね全く歴史とかね江戸系とかね、ま、この人この人あこの写真は見たことあるでしょ。あるあるあるこれにかつ毛描いて遊んだったあでもこんな顔じゃないんだけどな。これは何なんだ、この人があれなのかな、織田信長肖像画ってある。ああそうかもしんねえかなもうちょっと痩せてたような気がする、この写真だったら。まあ、これが何歳の時に描いた写真か知らんし、うん、まあ、この写真よりかは、はるかに落ちぶれた顔そりゃまあ、こんな肖像画残す時だったらバッチリ決めてくるもんな。だから本当に、これの人何やった織田信長。そうそう、織田信長のその燃えたシーンの中で織田信長が見えたらラッキーやったんだけど、お寺が燃えるシーン、うんうんうん、その側からの見たシーン、僕もその側から見たシーンしか見てないもんで炎の中までは入れませんもんね、さすがに僕も。距離にもよるか。で、暗くてわからん、うん、あ、実行されたのは夜ですか。あれ、夜にしか見えんかったけど、夜じゃないの？知らない知らない、炎の辺の時間なんか炎の辺の辺、暗いで分からんかったけど、俺炎の辺、時間約4時間で収束しました。時間は何時じゃ。天正10年6月2日、早朝ってあるが。早朝なの？早朝って、その、朝早い、暗い時の早朝じゃないの？あー、どうなんでしょうね。かといって本能寺に敵陣が入ったってことは俺見えんかったけどな。おお、それは分からない。今
きなりもう火を持った戦士たちが。当時の貴族らの日記では本能寺の変は2日未明に始まり午前7時頃までに織田信長の自害で終わったってあるから、あれだね、朝7時に決着がついて4時間あったってことは夜中3時か。そんな暗いや。暗いな。だろう。そう、朝3時って早朝っていうの、まだ夜中じゃろあれ。だろう。じゃあ俺会ってんじゃん暗いで。なんだびっくりするじゃん、おかしいな、あれ絶対暗いと思ったんなと思ったもん。だけど死んでません、あそこでは。まあ朝4時から7時くらいまでの間に起きたイベントっていうあれだから、うん、イベントで朝方寝とるときに、起きたらもう周りは火の海か。そうそう、もうな、攻める前にもう全部燃やせっていう感覚やったけど、で、青い旗なんてぶら下げて行ってねえはずやぞ。うん。で、なんだこっちの信長さんの兵士たちおるやん、はい、もうニッチもサッチももう火消すしか言いようがないっていう。あー確かにな、うん、まあとりあえず敵の姿は見えないからそれは火消しにするよ。まさかこの時期に来るとは思ってもいないような動きをはもう信も全部送ったんだけど俺には見えたことは。まあ不意を突かれたっていう感覚の動きやったけどな、俺には見えたのはな。まあ確かにあの時代の合戦やってて正しいっていうかその真面目に戦争やってる、まあ、正しいわけじゃないわ、その見えたことだけ喋ってるから、まあ適当に聞いてくれればいいですよ本当に、うん、まあそのいきなり話を戻しますけれども、うん、そのバーンと写真みたいに見えたは、うん、あの動画を見てれば十何回ぐらい見れるチャンスがあるの。いや、もうこれで多分見えんかったらもうほんの数日しか持たないんだなと思って、あもうちょっと変えてみよう今度。さあみんな検証だ。そう、本当にあの動画の再生数だけ上がる。見たいって言ってた人も本当に見たいっていうか、まあ感じたかったら撮影に来てください。そしてなお日程は明かされない模様。明かさないです。本当にね、体感したいっていうか、まあ、見るっていうと本当、まあ昨日の動画でもそうなんだけど言ったんだけどさ、本当グロい、うんうんうん、決していいものではない、いいものが見えるものでもない、うん、特にあの戦国時計は本当にもうグロい、まあ堂々人殺しやってる時代だから。そうだからそういう感覚じゃなく本当に違う世界に入ったなっていう感覚は体感させてあげますよ。本当に来るならば、来る勇気があるならね。ただ一つだけ問題がある。寝る時にもう1ヶ月ぐらいはこの顔が夢に出てくる。そう、それだけがかわいそうなんだけど。何、あなたが夢の中に出てくるの。残像が残るから、要は僕の気を入れるんだから。まあ別に分かんねえ、それはかわいそうだけど。それはこんな顔が1週間ぐらいは出てくるから、ちょこちょこと。それがかわいそうだね、それだけだな、それさえ我慢すれば。だから視聴者さんはそれを耐えれるっていうか、そのなんかオッケーオッケーっていうのか、嫌だっていうのか分からん、そこは。イケメンがさ映ってくるならいいけど、このおっさんがさでかくなった顔で出てきたりさ、下からニョーラを思って出てきたりさ、そんなのが1週間ぐらいちょっと続くかなってぐらい。ではまたあなたにちょっと困る質問だけど、やっぱりね、このまあこの霊視で、あれをこれ見てもらう、その戦国系とかその数年前を見てもらうとか、うん、幽霊でどこぞの公園行った時にさゆりちゃんという女の子おったじゃないですか。おう、さゆりちゃんな。おう。ああやってさ、その幽霊ともそのコンタクト取れるとか、あなたの霊感をね、いかんなく発揮して、昨日も喋っとったで俺。いかんなく発揮してもらってて、そうするとやっぱりこのコメントはつくんですよ。どこへ行けばカッチャに占ってもらえるんでしょうか。占
占いか、占いはどこ、私についている霊を見てほしいとか、そういうその、ああ、まあそのそれ占いじゃないじゃん。まあ、あの、それそれ半年後で私幸せ、半年後私幸せになってますかじゃなくて、うん、単純にその今私にどんな霊ついてますかとか、そう、そういう、そういうのじゃないかな。あの、わからん、席に着いた途端に私半年後彼氏できてますかって言われたら、もうあの俺は知らんふりするから、半年後に彼氏できてますかって言って、うん、彼氏彼女できてますかって言われて、できてますって言われたらラッキーやね。それは知らんでなるけど、半年後に、半年以内に彼氏ができましたって言ったら、金一封ください。うん、まあその恋人ができましたは知らんけど、実際その自分にどんな守護霊がついてるかとか、そういうのを含めて占いだと思うのですよ。あなたの担当できるあれには、彼氏がおるならば、あの、彼氏とこの私は相性が合うんですかっていうのも見れます、オーラを見ながら。おお、不安しかねえなそれ。怖いぞそれ、すげえ怖いぞ。だってさ、付き合いだてのラブラブでもそれ占われてさ、いや多分3ヶ月後ぐらいに別れると思うってあなたワンちゃん言うでしょ。あの、言ってみます、本当にオブラードとかそんなもん一切持ってませんから俺。まあ実際そのどこ行けば占ってもらえるんでしょうか。撮影現場に来てください。ここに住所書いてきますから、今度行くとこ。また多分見ていて出るで。そりゃそうだ、撮影の1週間前に ね、こん煮詰めるんだもん、話を。多分ね、この今僕らこれ6月に撮ってんですよ今。うんうんうん、7月から僕自分の夢が、夢の方へ力を入れようとしてるから、うんうんうん、まあ撮影、まあ撮影、まあ、ツイッターで来週のどこどこ行きますって言ったら、来る勇気あったら来てくださいよ。時間まで事細かく設定してしないかんけど。そうなると1時2時3時、ちなみに僕ら時間できちんと行ったことないんですよ。というより厳しく、はいここに一時到着ねって言ったところで、おめんとこの街がこもでいかんないで渋滞で。違う、それもそうなんだけど、そのはい、じゃあここに一時到着ね、探索は1時間以内にやってくださいって言ったところで絶対に守る気しないので。守らんもん俺。うん、途中でいっぱい寄り道あるのよ。そういう性格じゃないから2人とも。うん、道の駅見つけたらちょっと大回りして道の駅行こうかなとかよ。そう、だからまあ別に緩い感じにはしちゃってるから、うん、そうそうそう、あのね、本当に僕らね、本当無理くんはきちんと予定を作ってくれるんですよ、何分とかって。そんな細かく作ってもないけど、僕 それを守る方じゃないんだよ。うん、三重県だけまともに真面目に行けるの。赤く赤く5時までに行くんじゃっつって。そう、そこだけはなんか目的地が分かりやすくシンクロできるから、なるほどな、ね、とりあえず一斉行きゃいいねんなって。まあこれ今6月の、18日撮影半ばぐらいの撮影ですね。はい、もうね3回目。な、何が、は、駐車料金0円。そう、おかげ横丁行って、うん、駐車場入って3回0円。そうね、今までその伊勢赤く買いに行った時のあれね、うん、そっか3回ともあれか、そう、観光しなさすぎて、観光なさすぎて。もう赤服買ったれ帰るだけで、お金あるやつ0円。とんでもねえぞ。本当になんていうか、ああ、そういう寄り道はしないもんね。そのなんかいちいちこのお店に入ってこうみたいな、そういう、それはそう全く興味ねえのよ。興味ないからスルーっとなんか、そう歩くだけ歩いて、なんかお店の外側だけ見て、そう、おしまい、おしまい。さあ帰ろうかって言うと0円。今日いくらかなってわざわざ聞くんよ、もう行くんに。そうね、ああそっか、お金かかるかって、財布を出す準備をして、ピュッて入れると0円になってんの。そっかーって。あとはねえ、本当にこれ皆さん分かってくれたかな、俺らお店の質問コーナー。だからあれよ、この動画でもまた質問募集しておるし。してるし、
また気になることを追加であったらバンバンこちらの動画にコメントくださいませ。かっちゃんにまた答えてもらいましょう。俺ね結構脱線するの好きでさ。そうね、多分なんかちょくちょくカットが入ってんだろうなって思うよ。すげえカットされるよこれ。あの本当に皆さん本当に他の心霊見るのもいいんですけど、除霊されてない心霊動画見ると本当に不運なことがよく起きることもあるから、それは気をつけた方がいいと思いますよ皆さん本当に。結構どぎついとこう除霊もしずにただポンって流してとか、うん、僕なんか本当にスマホよく壊れるんですよ心霊撮ったりすると。電話してると変な声が聞こえたり、うん、僕のあのムイ君に変なメールが入っていったり、俺寝てるのに。年末年始にあったな。うん、それ苦情に来るんけど俺知らないのよそれ。ルナさん元気？ルナさん元気？あのね。僕ね、ルナさんはね、いつもずっと今も元気で一緒に家に暮らしてるんですよ。ルナさんって僕の彼女、うん、年はもう90いくつ。立派なおばあちゃんだ。あ、そんな離れてたっけ。あ、そんな離れてたっけ。そんな離れてたやろな。可愛いよ、まだ25歳やけど、顔は75年前にお亡くなりになった計算。そういうことになるんじゃねえのかな。だから1945年ぐらいか。うん、すごい方と知り合いになってんだ。そう、その人はいつも助けてくれるんですよ。自分が心霊で困った時は今も。なんていうかさ、そういうなんか幽霊の方々からさ、心霊スポット行ってさ、なんかそれに言われたりするの。何してきたのっていう、なんかそういうなんか霊感そんな使ってっていう。いや、霊感使いすぎるとその何、視聴者さんたちに迷惑かけん程度にはしなさいよとは言われてな。ちゃんとお言葉をいただいていた。いただくな。うん、よく助けられるんですよ俺本当に。占いの時も本当に何ちゅうの、彼氏が何時にいつ頃できるとか聞かれた場合は、まあルナが、探ってきてくれる時もあるし。使い魔にしてんじゃないよ。だからいい、長い付き合いだな、改めて聞くけど、その方は一応あれなんだよ、富士の樹海でお亡くなりになってる方なんだよね。首吊ってるしね。多分今知らん人、えってなったね。だって首つってんすよ。普通の樹海で首つった方をさ、その幽霊として仲間に加えてるってことでしょ。仲いいんすよ、俺。結構幽霊と仲良くなれるんですけどね、ここ最近ちょっと嫌われてるね。特に主天王寺嫌われてるね、俺。あと、朝鮮トンネルのあの主みたいなやつ。俺を首を絞めようとしたの。あの主は一体どうなったんでしょうね。今もなお、なんかあそこにいるのかね。どうなんだろうな、あれ。あんな剣汚されたらもういねえだろう。どっか行ったか、引っ越したか。キャンプやってるようなやつやろ、あいつら。まあ実際そのあなたのその例のね、ルナさんがその富士の樹海でお亡くなりになってるということで、登録者1000人記念で富士の樹海行く予定でしょ、俺らのチャンネル的には。そう、俺ね、1000人経ったら実際1000人が近くなってはいるのでね、薩摩か樹海。樹海でお願いします。移動費絶対違うので、一桁変わるので。薩摩や。誰やった。そうでしょ、島津義弘。そう、島津義弘に会いに。義弘、うん。で、あと爪さんに会いに。視聴者さんにわざわざ。確実におまけだよね、視聴者さんの方が。おまけ。島津さん本命。
まあ実際ね、うん、島津さんのその亡くなった場所自体は見てみたいなとは思うし、いや気になるんだよな、まだに気になるもんな俺。いや正直あの関ヶ原、岐阜からさ九州まで帰るってさ、当時にしたクソだるいことやっとったなって思うけど、だから帰れるんやから俺らも行けれるだろう歩いたかなんか自転車で。現代人はそんな時間が余裕ないのですよどっかで1ヶ月ぐらい休んで自転車で行こうよ、安いや。マジで言うとる、うん、俺原付で行こう原付で九州行けって言われる分には、あの1ヶ月も休みもらえるんだったら普通に行けると思うそう、俺車で行くでいいわ乗せてってよなんでまあ、その1000人で富士の樹海行ってね、ルナさんに会いに行こうプランは、ルナさんに会えんやろ、もう会えないの、あなたの家の方がもう本拠地になったっていうか、もう砂に帰っとるやろ、本人とかなんか残りが富士の樹海にあるんじゃないのねえよ、もうあれへんわ、すってんてんだわと、あとまあ今登録者がだいたい850いくつでね、あの、ね、900人になったら安土城行きますわ安土城ってどこ、織田信長、あの炎城で亡くなった方の最終本拠地、うん、まあともかくね、そういうなんか一応先を見てのプランもね考えてはいるのですよ、いつになるのかなっていうのはまだ未定ですわあのね、歴史をねこれ以上探るとね、ダメいつか炎上するぞ、炎上するかな、いつかお前いい加減しろよって言うぞ、適当なこと言うなとか、俺適当なこと言ったことねえけどよ、どうなんだろう、炎上するのかな、炎上していっぱい増えたい、あの炎上するで言えば、信長を女キャラにしてアニメ作品作ってる方がよっぽど炎上ネタなんですよ。あ、そうだよな。女キャラだったり、なんか、いかにも人外な。俺わかる。歴史上のアニメとか見とるとさ、うん、めちゃめちゃイケメンじゃん。そう、俺が見た映像の中で、あんなイケメンじゃねえぞと思ったもん、俺。イケメンはまだしもさ、180センチはねえぞと思ったもん俺俺より低いぞと思ったもん、うん、まあそのあ顔もあんなちっちゃくねえぞ、まあそれはでも別にさ、後世でまた笑い話にできるじゃん、お前あんなイケメンに書かれとるよどうするみたいないや、ほんでさ俺思うのさ、うん、みんなすげえスラッとなんか八頭身のようなモデル体型だじゃねえぞそれ言ったらもうだってさ、このキャラはもともと男キャラなのになんで女キャラなんだっていう作品がさいっぱいあるからさ俺さ本当に歴史、今回俺本当にこうやってムイ君にな、初めてあの何やった関ヶ原か、関ヶ原、はい、歴史だけど俺もね、本当にね、すげえイケメンっていうすげえイメージがあったのよ。そう、イケメンとご立派な馬があって、惜しく戦っているであろう、そんなものはないって。もう、本当に悪いけどさ、老人ホームにおると思ってたもん、俺。ほぼほぼが。わかる？わかりますかね、みんな。あのね、本当にね、老人さんが、本当に重たそうな感じを着て、いるやつばっかしかおらんかったんですよ。右からじいさま、じいさま、じいさま、じいさまって。本当に。いや、本当にね、僕ね、初めて歴史を覗いたときに、もう、これ本当、全然言わんかったんだけど、今言わしてもらいます。本当にね、なんちゅうの、お偉いさん？お偉いさん、はい。お偉いさんたちが、本当に今で言うと、老人ホームで、はい、あーしてごらんっていうようなやつがゾロッと揃ってんですよ。ほんで、ちょっと戦えれるやつも、本当に、もうちょっとで行きゃ、還暦じゃねっていうようなやつなんですよ。まあ、島津さんという例外は、例外、あの人は例外だけど、あれでも50だからな、関ヶ原の時点で。おう、俺ぐらいの年のやつだろそう。あなたぐらいの人でも戦場でバリバリ戦ってるような。あのね、あの当時の50歳とか、40から50、50、
100歳ぐらいの人って今の20歳ぐらいの体力だと思えばいい。おう、まあ体がしこんな時代だからね。その後の向こうは本当にだよ、何甲冑で骨折れへんっていうような人なんですよ。本当だよこれ。うん、ドラマでかっこよく指示しているなんかイケメンな軍師はいない。そう、いけるーっていうんじゃない。うん、もう杖持って、そこそこ頼むわっていう。もう一回座るのにもう、っていう感じのようなおっさんなんですよ。本当に僕が見えたシーンはね、うん、俺が合っとるか合ってないか分かんないんだけど、まあ関ヶ原オールスターだから、そういうなんかじじいでも若いのでもみんな連れてこいな場所だったから。で、向こう敵陣だねって、石田三成じゃない方徳川家康。そう、徳川家康もめっちゃ笑ってた。俺めっちゃめっちゃさ、本当にかっこよくて若くてだけど、あの戦いであいつ絶対死んでるよな本来。そうね、前線出たら死ぬね。あのクソの役にも立たんようなじじい。これね、見えてないからね言えるけど、多分今のクソの役にも立たないじじいが一番炎上の発言だよ。本当、いや、こいつらが勝つのって言ったら本当に何、誰だ、徳川家康か。徳川家康、徳川家康のね、周りの人が言うの、ね、徳川家康がすごいわけじゃねえ。うん、俺思うもん。まあ実際そうだからね、周りのその軍師の人だったり武力の人だったり、ね、そうそうそう、徳川家康をから、囲んどるやつだってあんなイケメンじゃねえもん、もう。おう、おっさん汚いじじいって。ちょんまげできねえようなやつがあるとかさ、ほんとなんですよ、これ。これもうほんとに裏話みたいな話だけど、絶対徳川家康が強えから勝ったわけじゃねえと思っとるもん、俺。そうね、周りの人たちをどんどん仲間にした、その数で押し潰す作戦だからね。日本で数少ない。うん、数俺は勝てるってあんなもん。石田三成なんてかわいそうやぞ、兵士。そうね、うん、周りの人たちみるみる裏切っていくからね。裏切らざるをえんぞ、あんな、あの兵士でもさ、本当に石田三成の兵士って若いやつがいないのよ。ほう。その前線に出るような、戦場に出るようなタイプの人も多分 50m 入ったらもう息切れしとるようなやつだもん。なかなか、まあ、でもあの時代でそうってことはだいぶ年いってるな。いや、もうちょっとね、早く関ヶ原やっとればなんとかなったかもしれないけど、あれはひどいて。うん、馬の数からにしても馬の大きさといい。うん、あれ多分ね、馬乗っとってあれ絶対首いかれとるて。ムチ打ち症になりながら絶対戦っとるて。お、絶対お香のお香ってか湿布いっぺん張ってるやつがいっぺん戦っとるやで。あっちゃこっちゃ筋肉痛みたいになってる。そう本当に あそこでね、剣をまともに触れとるっていうのは島津とか島津大東、あとこっちの誰だった徳川家康のあの筋肉ムキムキの本田忠勝とか、うん、本田忠勝とか、あのクラスはもう本当にあんな重い十何キロもある刀を振り回されるのはあの辺りぐらいだもん。ああ。うん。あとは小さいっていうか、その普通の細身の剣を持って。そう、もう1、2回やったらもう切れんようなような、刃こぼれしたような。うん。島津さんはあの年で、あれだけの武器を振り回せれるのはすげえぞ、やっぱ。まあ、化け物だからな、スタミナ的な。すげえ筋肉質のいいじいちゃんだ。ああいうじいちゃんなりてえな。俺は思ったけど、あんなね、この関ヶ原では言わなかったんだけどね、本当にね、老人ホームの塊のような人たちがいっぱいいましたよ。これだけ言ってきます。ほんで、これが嘘だって言って、偉い学者さん来ても俺譲りません。
いやまあそこのシステムは多分そんな変わらないと思う。その今も昔もジジイばっかりが後ろ下がってる、そのあれね、ジジイ進めね、あの甲冑来てあそこまでの距離行く前に多分死んどる。まあ10キロ20キロあるあれだからね、その重たいやつになっちゃうと。あの特殊ですね、めちゃくちゃ重い甲冑じゃないですから。うん、うん、意外と軽い、軽量作られとる。タヌキ言われとる時点で徳川家康痩せてるって思わんからな、そもそも話が。もうね、そんなに長く 歩けるような人じゃなかったで、あの当時。うん、ああそうだね、家康はもうあの時、うん、いくつなの。でも杉原の時家康も50代とか、そんななんか結構年いってなかったっけ。俺ぐらいの年やと思ったけどな、見た目は。ごめんね、俺本当にね、顔とその分かるんやけど年分かんねえから。だけどあれはもうジジイ。あのね、今の50代と昔の50代とはちょっと違うな、すげえジジイに見える。徳川家康は関ヶ原の時に57歳です。あ、ほんなら俺よりも上やん。そりゃもう還暦やん、60やん、数えの。そうね、俺やっぱしあれ、やっぱしあれじゃいいんだ、あれで。あれね、つもんと老人ホームでした。老人ホームやった。老人ホーム、うん、俺ももうじき老人ホーム。あなたはまだまだバシバシ使う、ね、使うから大丈夫。杉原のね時にね、あんまり言わんかったけどね、今言いますわ。でも本当にね、笑えるよ、あのシーンを見とると。うん、ようこれで勝てたなと思ったもん俺。まあ周りが化け物ばっかりだからな、その。いや勝つだって才能ある。1対5人で戦ってるようなもんじゃん。まあね、かといってさ、うん、兵士がそんなめちゃくちゃ若いかって言ったら、ほんと30とか40。まあ早い子はもう14歳ぐらいで戦場入りするけど、それでも旗持ちとかそういうなんかそのモブであってメインアタッカーじゃないからね、うん、本当にあのメインで戦ってる、ほんとあの三成側と徳川家はもう戦ってるのって言ったら、もうほんと30分からん、見た目では30から、20代30代40代20代は少ないな。おお、うん、20代は早死んでっとる。闇が深いって。一番多い、あのそのなんちゅうの、水谷側も徳川系も一番多いのがもう35から50の近い陣営だと思って、くれたらもういいんじゃないかな。あの俺が車で跳ね飛ばしとる流れを見ると人バンバン跳ね飛ぶあのシーンで、あのシーンで見るとめちゃくちゃ若いって言ってもそうやな、30ぐらいじゃねえかな、現役バリバリで戦っとるのって。まああの時代の30代ならまあ前線で戦う、うん、あれなんだろうな、きっと。多分な、俺の見立てが悪いか、もうこれであの東京大学の偉い学者に来ても譲りません。さあ裏話もたくさんしたところで、うん、関ヶ原変わるなこれで、ま、そうね、うん、関ヶ原すげえ俺ジスっとるもん俺。じゃあ皆さん、あのいっぱい喋りましたもんね、これで当分配信されません。はい、はい、この動画でまた質問追加であればバンバンコメント欄にくださいませ。本当皆さん、質問本当に答えられてるかは僕も分かってません。脱線が多いもんで。